ビジネスで活用する機械学習ということで、今回は SNS のテキストの分析についてお話しいたします。まず自己紹介なんですけれども、えー、私、クラスメソッドのデータアナリティクス事業本部、インテグレーション部の機械学習チームというところに所属しております、佐田松と申します。えー、普段岡山オフィス勤務なので、岡山の方からこちら配信しております。 本セッションのゴールとしては、えー、このセッションを聞いてですね、テキスト分析やってみようと思っていただけると大変嬉しいですで。お話としてはですね、テキスト分析の必要性や難しさについて理解していただいた上で、分析の基本的なアプローチについて、まあ、一例を知っていただくというところです。あとは、えー、Amazon Comprehend というテキスト分析のサービスを使って、えー 難しいテキスト分析をです、ね、簡単にできるように、まあ、そういったところを目指して、手順を順次説明していくような形になりますで。お話の展開としてお品書きなんですけれども、テキスト分析の基礎をまず押さえた上で、テキスト分析に対する基本的なアプローチ、いくつかご紹介いたします。そして、その上でえで、ー、Amazon Comprehend についてご説明いたします。 まずはテキスト分析の基礎からお話します。そもそものテキスト分析とはというところなんですけれども、えー、文章、文字列の大量なデータに対して統計やパターン認識、機械学習等の手法を用いて有用な情報を取り出す分析の方法です。対象は文字列であると、文章であるというところが肝になってきますが、えー、具体的にはじゃあどうするのかと。 言いますと文章からなるデータを単語や文節で区切りますある程度何かしらこう意味がある単位で区切って、えー、データを加工しますでその上で出現の頻度や教室源の相関も、まあ、かかり受けであるとかあとは出現の傾向時系列などを解析分析することで有用な情報を取り出します例えば、えー、上のように明日の天気は晴れですという文章を区切って 解析した結果、単語名詞としては明日、天気、晴れというものが抽出されます。まあ、この文章であると非常に簡単なんですけれども、大量のデータからこういった単語を抽出した場合、その文章のキーワードになる単語が抽出できることになります。それによって、えー、文章を要約したりであるとか、その、えー、文章の重要なフレーズですね、そういったものを抽出して特徴を捉えることができます。 あとは、えー、明日の天気は晴れですという、この3つのフレーズに対して、どのフレーズがどのフレーズにかかっているかというところを解析することによって、えー、どの対象がどの対象にかかっているか、アクションしているかというところを分析することができます。これもその大量の文章の流れを追うためには非常に重要な情報となってきます。 こういったテキスト分析がなぜ必要なのかというところなんですけれども、まずデータの分析といったところがさまざまあります。一番分かりやすいのは数値データの分析ですね、売上の実績等の数値データ、また、えー、定性的な情報としてアンケートの回答データであったり、SNS のテキストであったりとか、まあ、口コミの情報みたいなところもそういったところに当たると思いますで。このテキストのデータは、ですね、えー、と売上実績等々に載ってこないような。 情報の分析に有用であり、またその。売上実績等の数値データ導き出された仮説の検証などにも使われます。売上実績等々まあ、特にその ec サイトの購買情報などを例にとると、その買った人の情報はわかるんです。けれども、買ってない人の情報ってわからないんですね。 そういったところをですね、購買していない人に対してもアプローチ、アンケートを取ったりとか、えー、SNS の情報を拾ったりして、分析することが非常に重要になってきます。で、数値のデータであるとか、選択式のアンケートであれば、単純にまあ集計ができると、合計したり平均したりできるんですけれども、テキストですね、自然言語に関しては単純に集計ができないので、テキストデータ用の分析手法が必要になります。 こういったところで、えー、テキストデータの分析、テキスト分析が必要になってきます。なんですけれども、テキスト用の分析の難しさがありまして、まず特に日本語の場合は分かち書きが必要です。まあ、このスライドを見ていただければ一目瞭然なんですけれども、英語並びにラテン文字言語系統ですと、もう最初から分かち書きをされているんですね、単語ごとに。 えー、スペースで区切られている。なので、えー、そのままこれをテキスト分析にかけることができるんですけれども、日本語の場合、そういった、えー、区切りが文章の中にないので、それをまず分かち書き、スペースで区切ってあげる必要があります。このあたりがちょっと日本語圏の難しさですね。あとちょっと余談なんですけれども、日本語の場合と英語の場合で文法が違うというのもあります。解析する際にですね、英語のモデル まあ、ラテン文字言語圏で、えー、学習モデルを作ったものを例えば定移学習した場合に日本語であるとかそういったその英語等々の文法とはちょっと順序が特に違う言語で、えー、機械学習等々をやろうとするとうまくいかないとかそういったところも結構あったりします。例えばまあ品質単語を抽出するケースを。 例にとってみると、文章の中から品質単語を取りたいというところで、まあ、特に名詞で、何かしらの固有名詞とか、単純な名詞で絞り込みたいというときに、形態素解析というのを行う必要があってですね、先ほど分割したテキストをこのように、えー、それぞれ名詞であるとか、助詞であるとか、こういった形態素に分ける必要があります。でこれをやった上で、名詞だけピックアップして集計するであるとか。 そういったことをすることによって品質単語を集計、えー、抽出することができるんですけれども、こういったまあ事前の一手間が必要になるわけですね。また、えー、もう一方、文章を分類する場合、えー、テキストをばらして集計するのではなくて、テキスト自体が、えー、どういった文面であるか、まあ、もしくは今この例に書いてあるように、感情分析的なポジティブなのか、ネガティブなのか、えー、フラットな感じ。 ニュートラルなのかっていうのを分類したいというときに、日々増加するテキストですね。これに対して人力で分類するのは無理があると。まあ、数百から数千人海戦術的にやれば可能かもしれないんですけれども、ちょっとこれを人力でやるのは難しいというところで、以下のような感じでテキストに対してラベルをつけてですね、これを分類モデルとして機械学習に学習させて、 それを用いて分類することで対応するようなことが考えられます。もちろんこの分類モデルを作るのに対しても、まあ、フレームワークとかサービス等々を使っても、そういったところをまあ選定したりであるとか、実際にモデルを学習したりであるとか、モデルの精度を検証したりであるとか、そういったことが必要になってきます。はい、ここまでで、えー、テキスト分析の必要性であるとか、難しさみたいなところをお話ししたんですけれども、 じゃあ実際にテキスト分析どんな感じでやっていきましょうみたいな基本的なアプローチのお話をします。で一例として以下の2パターンについて考えます。キーフレーズの抽出、テキストの分類、さっきの、えー、テキスト分析の難しさのところでお話した内容ですね。で対象として、まあ、今回テーマとしてもある SNS のテキストですね、これをちょっと対象としてみて、えー、どのようにやっていくかというのをご説明します。 取得は簡単という意味で、えー、Twitter のテキストに対して、えー、Google Pixel、これはあれですね、直近であの Google Pixel の新しいモデルであるとか、自動翻訳付きのイヤホンみたいなのが発表されましたが、まあ、そういったところでこうプロダクトの新しい発表があったんで、えー、関連するツイートも多いんじゃないかというところで、これを選んでいます。 でまあ、このあたりちょっとさらっと流しますけれども、ツイッター API を使用することでツイートを取得できます。ちょっとツイッター API の規約が厳しくなったりであるとか、開発者登録がちょっとめんどくさくなったりとかっていうのはあるんですけれども、やっぱりまだまだあの公開されていないものに比べてツイッターの情報は取得しやすいので、割とおすすめです。で、実際にツイッター API の認証情報を使って ツイートを習得するとこんな感じになります。まあ、今これは Python でやってるんですけれども、その他言語でもですね、えー、Twitter API を操作するライブラリがたくさん存在するので、えー、認証情報を取得して、そういったコードをちょっと書くだけでこれだけデータを取得することができます。で、この中からキーフレーズの取得をやってみるんですけれども、キーフレーズ というと、えー、ちょっとあの曖昧なので、ここで定義をすると、えー、名詞ですね、固有名詞、一般名詞について出現頻度を集計して、出現頻度の高いものをキーフレーズと見なすということで、キーフレーズの抽出をやってみます。でこれによってですね、えー、下のようにツイートを携帯素解析して、えー、名詞、固有名詞、一般名詞を取ってくると、まあ、Google ピクセル ちょっと A っていうと分割の仕方がおかしいような気がするんですけど実際やってみるとこんな感じになります。携帯素解析についてなんですけれども結構あのこれどうやったらいいんだっていうのがあるかもしれないんですがですね、まあ、一番有名なのはメカーブというライブラリーみたいなものがあるんですけれどもこれを使うとですねちょっとご紹介すると メカ部これをインストールして使うと、まあ、上の方にもうすでに出てますけども、えー、今日はいい天気ですねで。こうやるとこんな感じで、携帯素解析やってくれます。まあ、こんな感じでですね、えー、携帯素解析のライブラリであるとか、まあ、その中に含まれる辞書であるとか、そういったものを利用することで、まあ、ある程度、誰でもというわけでもないですけれども、 携帯解析やることはできます、はい、で抽出した名詞を実際に集計してみるとこんな感じですね。これちょっとあの今すごく雑に集計しているので、まあ、この結果がいい悪いというのはちょっとさておきなんですけれども、えー、こんな感じでまあ一番はやっぱり GooglePixel というところで、えー、GooglePixel をばらした単語が出てきますね。それ以下なぜ、えー、か iPhone 出てきたりとかスマホ、バ a というのが GooglePixelBADS という先ほどお話しした自動翻訳付きの、えー、完全独立型イヤホンみたいなやつですねの名前が取得できています。続いて、まあ、5G であるとかカメラであるとか機種であるとかそういったキーワードが上位に来ています。まあ、これを見ることによって、えー、GooglePixel について、えー、ツイートを取得したときに、まあ、こんな話題が 出ていますよっていいまますすよよっううのが一目でわかるようになりますただこれ、えー、先ほどお話しした手順の通りですね、えー、そこそこ手間がかかると、あとはこの抽出された名刺なんですけれども、本当はもうちょっとこう余分な名刺が出てきてて、その辺をこを省いたりしているんですね、まあ、そういった意味で、えー、元データのクレンジングであるとか、出力された結果のフィルタリングも含めて結構手間がかかります。 であとはこれ、単純に単語ですね。名詞を取得しているので、複合語などの本当の意味でのフレーズを抽出できてないという面があります。で次にテキストの分類をやってみましょう。でまずは、えー、先ほどお話した通り、分かち書きですね。こんな感じで、えー、GooglePixel に関する検索結果に対して分かち書きをします。これも先ほどのメカブというライブラリを使うと、 えー、こんな感じで分かち書きをしてくれます。で、分かち書きされた文章に対して正解ラベルを付与します。まあ、学習データを準備しますと。で、これを学習データとして分類モデルを学習させます。ちょっとこの分類モデルの詳細なアルゴリズム等々については、ちょっとここでは省略させていただくんですけれども。 一般的な立ち分類のアルゴリズム等々で良いかと思います。で、こういった学習を経てですね、得られた学習モデルを使って、新しいテキストをこのモデルに通すと、えー、ネガティブ、ポジティブ、ニュートラルを判定してくれるようになると。そういった形になります。こんな感じですね。Google Pixel 4もいいけど、 GooglePixel5 もいいなというのを通してやるとポジティブと返ってくる。そういった学習モデルが得られます。でここまで、えー、一例をお話ししてきたんですけれども、やっぱり単純なテキスト分析でもそこそこ大変なんですね。で、まあ分かち書きであるとか、形態素解析が事前に必要であるとか、あとは、えー、テキストデータのクレンジングやフィルタリングが必要。 ですね、あとはライブラリーフレームワークツールの選定、えー、アルゴリズムの実装など、まあ、やることはたくさんありますでそうなってくるとやっぱりもうちょっと楽にテキストの分析結果を得たいというのが人情になってくると思うんですけれどもそこで、えー、こっちの話につながってくるわけですが AmazonComprehend を使ってテキスト分析をしてみましょうという話を続けてやっていきます コンプリヘンド、特にこのサービスのお話全くせずにここまで来たんですけれども、コンプリヘンドとは、機械学習を使用してテキスト内でインサイトや関係性を検出する自然言語のサービスです。まあ、自然言語処理、NLP というところと、まあ、テキスト分析と紐付けて考えていただければいいかなと思います。 でこれを使うと何ができるのかというところなんですけれども、実際にはこんだけずらっとあるんですけれども、下の方四角で囲ってますが、ちょっと日本語の未対応の機能が結構ありましてですね、実際に使えるのがキーフレーズ抽出と感情分析、あとエンティティ認識と言語検出というところですね。で主に使うのはキーフレーズ抽出と感情分析になるかと思います。 で、コンプリヘンドを使うと、どんな感じになるかと、何が嬉しいかというと、分析したいテキストをそのまま入力して実行するだけで、こんな感じでですね、キーフレーズ抽出や感情分析などの結果をスッと返してくれます。事前に分かち書きや携帯素解析の、ね、必要はありません。で、実際にですね、やってみるとなんですが、Amazon コンプリヘンドのですね、概要欄、そのまま コピーしてですね、このインプットテキストというところに、パッと入れて、えー、アナライズっていうのを押してあげますと。するとこんな感じで、パッと結果が返ってきます。めちゃめちゃ早いですね。えー、っと、結果がタブ分けされててですね、こんな感じでエンティティとキーフレーズ、キーフレーズですね。 であ,るとかあとは、えー、ランゲージはまあ日本語で入れてるんで、まあ、そのまま日本語ですねっていう判定がされてますし、センチメントですね、えー、ニュートラル、ポジティブ、ネガティブ、ミックス度、まあ、複合的なっていうところの感情のスコアがまあ出てくるんですけれども、まあ、特にその、なんでしょう、説明文なので、まあ、ニュートラルが94というスコアが出てますね。 はい、こんな感じでですね、非常に簡単に、えー、テキスト分析の結果を得ることができますで、えー。コンプリヘンドの利用方法としては先ほどお見せしたような、えー、マネジメントコンソール上でのリアルタイム分析とあとはこの後説明する分析ジョブテキストファイルを読み込ませて、えー、バッチ処理的に分析を行うジョブですね、というのがあります。あとは外部から、えー コマンドラインインターフェースと SDK 経由で利用することができます。ですので、えー、プログラムコード上から呼び出して結果を取得して、プログラム上で集計したり、えー、集計できる形にして、まあ、その他のツールで集計したりとか、そういったことも可能です。では、ここから実際にこれを使って SN、SNS のテキスト分析をやっていきましょう。 はい、えー、先ほどの、えー、テキスト分析をやってみたときと同じく、ツイッターのテキストを対象として、Google ピクセルで検索してみます。で、実際に実行する機能としては、キーフレーズの抽出と感情分析というのを実行してみます。で、実際にやってみた方が早い気もするので、ちょっとスライド用意はしてるんですけれども、もう画面をお見せしましょうか。 えっと、こんな感じでですね、コンプリヘンドの画面が、まあ、あるんですけれども、左側のバーのところで、まあ、アナリシスジョブというのがあるので、これを選択して、クリエイトジョブというのを押します。でここでですね、まあ、ジョブの名前を適当につけてあげてですね、 でここでアナリシスタイプというのを選びます。まあ、先ほどのエンティティであるとかキーフレーズであるとか、まあ、あとセンチメントとかっていうのを選ぶことができるので、まあ、ここではまずキーフレーズを選んだ上で使用する言語は、えー、この中からジャパニーズ、日本語ですねっていうのを選ぶだけです。あとは、えー、インプットとアウトプット、テキスト分析の結果は S3 バケットを経由するので、 えー、分析にかけるテキストデータは S3 バケット上に置いていただいた上で、ここでそのパスを指定します。あとは出力先のパスもここで指定します。であと下に、パーミッションとあるんですけれども、先ほどこの上で S3 を介して、えー、入力出力すると言ったんですけれども、その操作が必要なために S3 バケットに対する 読み込みと書き込みの権限ですね。これが必要になります。なので、まあ、この場でロールを作ってしまうか、もしくは既存のロールをここで選択してあげるかということが必要になります。でこれをやって、あとはグレートジョブってやるだけで、えー、分析のジョブが実行されます。でこちら、えー、とスライドで書いてるんですけど、先ほどの お見せした手順の通りですね。クリエイトジョブを選択した上で、アナリシスタイプを選択し、インプットとアウトプットのデータを指定してあげますと。で、ああ、先ほどちょっと漏れましたね、えー。インプットデータのところ、インプットフォーマットというのがありまして、えー、そのテキストファイルの中の1ファイル〇〇を 1>, こう1つのドキュメントとして、1つの文章として扱うパターンと、えー、ファイル内の1行1行を、1行一行ごとを1つの文章ですね。まあ、例えば100行あれば100文章として扱うか。まあ、その2パターンを選ぶことができます。今回は、えー、ツイートを取得して、それをテキストファイルに詰め込んでいるので、まあ、1ツイートごとにこう分析したいというふうに考えると、選択すべきはこの1ドキュメントパーラインの方ですね。 を選んでで実行すす。するここととになります権限のところですね。先ほど申しました通り、I a m ロールを設定してあげます。で実行して、ジョブが完了すると Completed になると、そのジョブの画面のところにアウトプットのパスが出てくるんですね。でここから、えー、データをダウンロードして使用する形になります。 でじゃあ実際取得した結果を使って、まずキーフレーズ抽出の方からやっていきますが、ちょっとこれを見ると面食らうかもしれないんですけれども、よく Web の,の API を実行するとこんな形でずらっと JSON という形式で、まあ、ある程度こうフォーマットされた形で結果が返ってくるんですけれども、それと同じように、えー、このコンプリヘンドのジョブを使って、 で出力した結果もこの JSON の形式でざっと出てくる感じになります。で、キーフレーズ抽出の結果なんですけれども、1行1行がこの上のこの四角のところですね、みたいな形式になっていて、えっ、ー、と、開始位置と終了位置とスコアですね、その文章に対してどのぐらいこう重要なフレーズなのかっていうところとで、テキストがちょっとこれまた面倒なんですけれども、日本語を扱うとですね、えー ユニコードのエスケープというのがされて、そのユニコードの生の文字コードみたいなのが出てしまうんですね。なので、えっ、ー、と、ファイルを開いたときに何だこれはと思うかもしれないんですけども、ちょっとその点については、この後で補足します。えー、得られた結果をですね、まあ、このままだと使えないので、簡単なプログラムを使って、えー、中身取り出します。 これ Python のプログラムなんですけれども、10行程度で済むので非常に簡単に取り出すことができます。えー、ファイルを読み込んで、えー、JSON の中からキーフレーズ、ちょっと先の、先ほどのところで言うと、このキーフレーズっていうキーのデータを引き取っていきたいというところで,で、その中のさらにテキストを取ってくるというところなんですけれども、プログラムコードで、えー、標準的に出力するとエスケープされた文字っていうのは 勝手に日本語、この我々が読める形になって帰ってくるので、特に先ほど説明したこのエスケープされた文字列ですね、特に気にせず読み込んでデータ取得すれば大丈夫かと思います。実際にやるとこんな感じで、ですね右側のこんな形でテキストの一覧がずらーっと帰ってくるようになります。でこれを 集計すると。えーとまあ、出力したテキストを Excel なり何なりで集計してもいいんですが、プログラム等々で集計するのも良いかと思います。まあ、実際集計してみると、こんな感じでですね、えー、先ほど、えー、名詞を一つのまあ単語として、えー、品質単語を抽出した場合と違って、ですね複合語も抽出できておりまして、まあ、フレーズを抽出できていると。 いうところがありますグーグルっていうふうにこう分割されて出てくると、それがグーグルピクセルの話なのか、グーグルピクセルバッツの話なのかっていうのが分からなかったりとかですね、そういったところがあったんですけれども、この場合はちゃんとガッチャンしたフレーズで出てくるので、えー、ちゃんと区分けされています。次に、えー、感情分析ですね。先ほどの えー、キーフレーズ抽出と同じように JSON の形でずらっと書いていきますで。中身としては、えー、と、LINE なんとかって書いてるんですけども、これは、えー、と実際の元データのファイルの何行目か、まあ、0行始まりになるので、まあ、実際にこの2というのは元ファイルの3行目を表すんですけれども、3行目のデータがネガティブな感情ですよと。で、スコアとしてはこんな感じになっていて、中身を見ると、 とネガティブな感情のスコアが一番高いので、ネガティブと判定されているよというデータが、えー、ツイートの分、ツイート行数分出力されてきます。なので、えー、とここからですね先ほどと同じようにプログラムで JSON を読み込んで、感情を取得するとこんな感じでポジティブ、ネガティブ、ニュートラル、ミックス度がずらっと一覧になって返ってくるようになります。これも単純に集計してあげるとこんな感じですね。 やっぱり日本語でアンケート等々であれば、ある程度こう目的に沿って、質問に沿って回答するので、えー、感情的なところですね、まあ、よし悪しみたいなところがは,はっきりしやすいんですけれども、ツイートは、まあ、つぶやきなので、非常に自由な文章が多いです。なので、ニュートラル判定がかなり多くなってしまうというところは、ツイートを解析する特徴としてはあります。 でただ、えーと、その他、ネガティブポジティブの部分で見ると、ちょっとネガティブが優勢になっていて、これは予想以上になんか新製品の発表であると、もっとこう、なんでしょう、期待値高くポジティブになりそうなんですけれども、結構ネガティブが多いので、何かしらこう弱点の要素があるんじゃないかというところが見て取れますで。先ほどの取得したデータですね、に LINE というのが あるのでまあ、どのツイートがどの感情に紐づくかっていうのは取得することができるのでこのネガティブな要因を探るためにそこを紐づけてさらに分析するという方法もありますちょっとここでは割愛しますはいここまでで、えー、コンプリヘンドちょっとあのデータ結果データの取得から、えー、結果データから 必要な情報を抽出するところっていうのはちょっと若干の手間があったんですけれども、まあ、そのあたりを除けばかなり簡単にポチポチとやるだけでテキスト分析をすることができましたと。で、非常に便利なんですけれども、このコンプリヘンド、料金的にはどうなんだというと、まあ、こんな感じになってまして、えー、各機能ごとに料金決まってるんですけれども、大体同じですね、公文解析以外は。 えー、10M ユニットまで 0.0001US ドルとなってまして、このユニットというのが100文字を1ユニットとして計算して、最低3ユニット分が最低料金になりますというところで、今回やったやつを例にとると、ですねツイートのテキストが3万7100文字ぐらいでした。で、えー、100文字が1ユニットなので371ユニットで掛け算すると、 1リクエストあたり約4円と非常に安くなりますね。まあ、10倍、100倍ぐらいのテキストだったとしても、そうですね、そんなに何百リクエストもする用事は多分ないと思うので、非常に低料金で利用することができると思います。はい、駆け足になりましたが、ここでまとめです。で、テキスト分析。 の基本についてお話したんですけれども、まあ、テキスト分析はビジネス上重要なデータ分析であると、まあ、事業会社様あの、アンケート取ったり、口コミを集めたりとかっていうので、まあ、重要性は高いというのはご存知かと思うんですけれども、まあ、やはりこのデータ、集める、集めたいというのはあるんですけれども、それを集計するのが結構難しいと、で特に日本語のテキストは難しいということがありますで。これに対してアプローチは多数存在するんですけれども、 まあ非常に手間がかかる、考えることが多いというところで、ま,あ、まずはコンプリヘンドのようなサービスを使用して、標準的なテキスト分析を簡単にやってみるのもいいんじゃなかろうかというところでご紹介いたしました。